牛角のツイートはさ男情けけなないよまあそうなんやけどでもさ例えばやけどさなんかちょっと前やったんやんなんか月曜日のたわわみたいなんとかなんか温泉なんちゃら娘のおっぱいがどうこうとかでさ言ったらその牛角のことよりももっとちっちゃいことクソどこでもいいことでさ今までいろんな潰してきたわけやん謝罪させたり消させたりってだからまあ牛角じゃなくてもどこでもね多分こういうレディースデーがどうこうみたいなのがあったらどこでも言われてたと思うよ何でもね。だからその2000円ごときで情けないいっていうよりか はまあいつかはされるよなってじゃあ初めがここら辺になったんだなって感じだよじゃあその性自認を偽装して割引されるらしい急げまあ別にやったらいいんじゃないそこまでプライドないんやったら別にやったらいいんじゃないとは思うよそこまでして2000円割引かれたいんやっていうねまあでももう予約いっぱいらしいやん企業としてはウフワフじゃないああガールズコレクションのコラボなんじゃじゃあもう女だけで別によくないまあでも文句言う男がもちろんキモいしおかしいんやけどそれ 置いといてでも今までいろんなことにケチつけてきたフェミたちのおかしさも浮き彫りになっていくよねとお互いがそんなさ損する方向じゃなくてお互いほっといたらいいんよ男が刑事するおっぱいパンパンの女もほっといたらいいし焼肉食べ放題もほっといたらいいんよ黙っとけよお互いっていう話は口出すなよっていう話なんよな でそしたらそこでやでなんかえそんなん言う男はモテへんのやろとか一緒に行く女とか誘う人もおらんのやろぷかわいそうみたいなまた喧嘩になるからそういうことも言わないっていう話もう喧嘩したいだけやからなもうそんな嫌いなんてうお互い それで焼肉女性半額で男激おこいやけどその背景にあるのはそれまでのしょうもない積み重ねなんやけどしょうもないことを自称フェミニストがいっぱい燃やしてきたから、まあ、男も,もう何でも意い見いとりあえず言いたかったんだろうなという気持ちはわかるよなまあ、そうなんよなそうフェミっていう言葉が悪い方向に行き過ぎないよな やっぱ目立つんがしょうもないやつく癖つけやすいやつがバズってしまうからね「こいつ何言ってんだよ」みたいなツイートが一番バズってしまって目につくからアホなフェミニストばっかりが表に出てきてしまう。 いや、おごってくれる主チュにもよるんよな。ほんまの、ただの男友達、女友達で、数人で飯行くってなった時に、あん女半額やん。じゃあもう出してあげるよって言われたんだったら別に、半額牛角って嬉しいもんなんよね。えい、ー、ん、ありがとうみたいな。ただ、一緒にデート行こうよみたいになって、俺じゃあ予約しとくねーで予約されたところが、半額の牛角やったら、ちょっと話変わってくるなっていうところで、まあ、ケースバイケースではあります。まあ、私の配信で男バ 女っていうことあんまないと思うけどなここはもう愚かなものを叩こうで男女はそこは関係ない私は別に女叩き男叩き両方するからね